おつぽん、あいかいづきです。今日はですね、3月26日スターダム両国大会の勝敗予想をやっていきたいと思います。私の予想は結構当たるって評判ちょっとわかんないですけど、数々のね激闘を当ててきたので、皆さんよかったら一緒に勝敗予想して、試合をより楽しみになるような感じにしていきたいなと思います。よろしくお願いします。それではですね、両国大会まず1日目、今回2日連続ということで、まずはじゃん、まあ、DDM vs プロミネンス。出たプロミネンス。もうね、私がちょっと目を離した隙に、こんだけ所属選手がいる中でまだ刺激を入れるかっていうぐらいの感じで現れますよね。最初にね、スターダムのリングにプロミネンスが現れた時にうわーってなったし、あの週刊プロレスの表紙になってるぐらいなので、何が起こるんだろうっていう、この劇薬じゃないけど、そういう試合になるんじゃないかなと思ったんですけれど、ここにジュリア選手がいないという、ちょっとね、そこは、簡単に味わわせてくれないんだなっていう感じのカードなんですけれど、ジュリア選手と共に戦っているマイカ選手、そしてテクラ選手、私テクラ選手生で見たことないんですけれど、映像で少し見ただけで本当に動きが独特ですし、このコスチュームも独特ですし、今までにいなかったタイプのレスラーで、もともとねアイスリボンの選手でしょ、でテクラ選手もアイスリボンということで、マイカ選手かなり感情あらわになるんじゃないかなと。勝敗予想としてはここはプロミネンスさんに1票入れさせていただきたいの。本当はね、嫌なの、嫌なんだけど、ちょっとジュリア選手いないから、マイカ選手もめちゃくちゃ頑張ってくれると思うし、テクラ選手もめちゃくちゃ頑張ってくれると思うけど、やっぱりね、試合をめちゃくちゃにされてプロミネンスが勝って、でジュリアが怒り爆発みたいな感じになるんじゃないかなと、注目していきたいしなと思っております。マイカ選手頑張ってね、本当私応援してます。続きまして、私の気になる試合、じゃじゃん、ゴッデスオブスターダム選手権試合、葉月小熊 vs スターライトキッド渡辺桃。これね、見てください、全員生え抜きの選手なんですよ。スターライトキッド選手と対談させてもらった時に彼女おっしゃってましたよね、生え抜きの選手が頑張っていかないと、ということでこの試合めちゃくちゃ盛り上がると予想しております。葉月がね、スターダムのリングに戻ってきて、小熊が戻ってきて、で2人がタッグを組んで、こんなにタッグチームとしてこの2人は良かったんだと思うぐらい防衛もしてますし、結果も残してますしっていう、思いもよらぬこの2人のタッグチームの良さっていうのがスターダムのリングで出てると思うんですけれども、そこにね、この渡辺桃選手、桃ちゃん、渡辺桃選手がスターライトキッドに勧誘されて入ったわけなんですけれど、もう2人の連携が本当に素晴らしい、息も合ってるし、ドーンみたいな全然わからないですよね、これやばい、元プロレスラーがドーンって言って技を説明してるっていう、まあ、予想としましてはすごい勢いがあるし頑張ってほしいなと思うんですけど、勢いで考えると2人にベルトが映るんじゃないかなと。ということで今回の予想は渡辺桃スターライトキッドに1票入れさせていただきたいと思います。この試合めちゃくちゃ盛り上がると私は踏んでますので、皆さんぜひお楽しみに。続きまして、来たー、もうこれ夢のカード、もうこれたまらんですわ、本当に。カエリ、そして岩谷の前 VS 中野タム、うなぎさやが、このカードね本当に輝いてる。まさかね、このカーリー選手をスターダムのリング、そしてましてや両国で見ることができるなんてっていう感じで、しかもね、タッグパートナーが岩谷真由選手、この真由ちゃんを選ぶっていうところもカーリー選手っぽいですし、対戦相手はうなぎさやか選手、そして中野タム選手ということで、会見も見させてもらいましたけど、噛みついてましたね、うなぎさやか選手、面白かったです。そこに世界を見に来たカーリー選手が、うなぎさやか選手だけここに響くものが何か足りなかったと言ってましたよね。それぐらい熱い女なので、この試合でうなぎ選手覚醒してもらいたいところでもありますし、あとね、中野タム選手、私も事前読ませていただいたんですけれど、あの戦いたい選手になんと私とカイリ選手を選んでいただいてて、ありがとうございます。戦いたい選手と戦えるって本当にすごいことだなと思うし、ましてやね、この
タッグパートナーの岩谷真由選手と中野田夢さん選手のね、このね、2人の関係性を知ってると、ますますこのカードが楽しみになるんじゃないかなと。でもね、このね、試合の鍵を握ってるのは、うなぎさやかだと思ってます。カーリー選手とうなぎさやか選手がどういう戦いを見せるのかっていうところに、私はちょっと注目したいなと思ってる上で、勝敗予想は、岩谷真由、カーリー選手に入れたいと思います。続きまして、来たー！ワンダーオブスターダムズ県選手権試合、上谷沙耶選手 VS 林下宇多美選手、強敵が現れましたよ。ということで、このカードの私の勝敗予想は、めちゃくちゃいい試合をして、上谷選手が勝つに一票入れたいと思います。ここ最近の上谷沙耶選手って、めちゃくちゃ自信をつけて、生放送をしてたのでそれ見たんですけど、もう上谷選手の動きが一人飛び抜けてるというか、技も確実になってきてるし、重くなってきてるし、自信が技に現れてるっていう感じで、次は何を出すんだろう、どういう動きをするんだろう、もう虜になっちゃうんですよね。こう試合を見てて、もう彼女しかいつの間にか見れなくなってるっていうぐらい今勢いのある選手で、しかもね、林下宇多美選手ってもう誰もが認める実力者、赤いベルトを持ってました。この2人の試合はめちゃくちゃ熱い試合をして、これもしかしたら引き分けになるかもしれないっていうぐらい、皆さんの心に残る試合っていうのを見せてくれるんじゃないかなと私は思ってますっていう予想でした。頑張ってください。続きまして、この試合ね、ワンダーオブスターダム選手権試合、朱里選手 VS ジュリア選手。この試合が一番難しかったです。同じね、DDM で、で、タッグを組んでて、急にどうしたと思うぐらい、険悪な空気、ピリついた空気、何かが起こるんだろうなって予想させざるを得ない空気感だったんですよね。おそらくね、どっちが勝っても負けても、何かが起こるんじゃないかなっていう、話題に欠かせない女なんだなーってすごい思いましたね。ジュリア選手って、朱里選手が勝つって私は思ってたんですけど、朱里選手が赤いベルトを取ってまだやり残したことがたくさん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 あると思うんですよね。なので守らなきゃいけないベルトだけど、本当に何が起こるかわからない、どうしようっていうところも含めまして、今回私はですね、勝敗予想、朱里選手に1票入れさせていただきたいと思います。これは本当に簡単に予想できなかったんですけど、プロレスを超えた何かが見れるっていうぐらいの試合になるとは思ってるんですけれど、朱里選手やっぱりこの赤いベルトへの気持ちっていうのはめちゃくちゃ強いと思いますし、ここでベルトを落とすような朱里選手じゃないと思ってるので、ちょっと私も熱くなってしまったんですけれど、最後の最後で朱里選手が勝つに1票入れたいと思います。この試合が終わった後に何か起こるんじゃないですか、あれだけの空気をあったってことがっていう感じ、もう本当にもうクライマックスですね。ドキドキするカードになっております。おお、飯田選手復帰おめでとうございます。ようやく飯田選手がスタンドのリングに帰ってくるということで、まさかのね、未来選手、ここ初遭遇だと思いますので、ここはね、飯田選手に1票入れさせていただきたいと思います。すいません未来選手ね、この間ね、赤いベルトで活躍された。はい、ということで今回、両国大会の勝敗予想をさせていただきました。皆さんいかがだったでしょうか。皆さんの予想もよかったらコメント欄の方に書いてください。ということで3月26日楽しみにしましょう。ということで、今回も最後まで見てくださってありがとうございました。とてもいいねと思ってくださった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。